私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は新型コロナ後遺症の方々に,についてお話をします。コロナウイルスが長期間単位内残留が後遺症の原因かという報道がありました。このビデオの用紙ですがコロナ後遺症対策の現状 それから NIH からの報道でコロナウイルスが体内に長期残留するという報道で最長は230日これが後遺症の原因かもしれないということなんですねそして後遺症に有効な医薬品はについても考えてみましょうそしてワクチン後遺症の方にですねちょっとひどいビジネスをやっておられるという報道がありましたのでこのお話もしたいと思います そして私は抗酸化治療がコロナ後遺症対策やワクチン後遺症に有望ではないかと考えていますさてこれは大阪市のですね新型コロナウイルス感染症対策 FAQ サイトから引用してきましたコロナ後遺症を見てもらいたいのですがかかりつけ医がありません医療機関を紹介してもらえませんかという質問に関してはですね かかりつけ医医や身近な医療機関でご相談くださいと回答されていますそしてコロナの療養解除後の治療については公費負担の対象外ということは後遺症は健康保険か自己負担でやってくださいという国の方針ですそして同じサイトですが「コロナ後遺症の治療で薬をもらいたいがどうすればいいですか?」ということなんですが「かかりつけ医がある場合は」 かかりつけ医にご相談くださいということなんですが、この相談センターに電話してもです、ね、有効な医薬品はありませんという回答が来るようでございまして、現状としては、コロナ後遺症に有効な医薬品は見つかっていませんさて、こちらは日本経済新聞の報道ですが、新型コロナ、体内に数か月滞留下、滞流化。 ということなんですがこれは NIH のデータなんですがこれ亡くなった患者さんなんですねそして解剖をして調べたところ脳や心臓など体のいろいろな臓器でウイルスの遺伝物質を検出した、まあ、つまりウイルス自体ではないんですがウイルスの遺伝子が残ってたとそしてウイルスが持続的に感染している可能性があって後遺症のメカニズム解明に役立つのではないかというふうに言われています これはです、ね、新型コロナに感染して死亡をした44人の方を調べているので、これ、はかなり重症化して亡くなっているはずなので、普通に感染してです、ね、後遺症になっている人とは、これ、かなり異なるとは思うんですが、9割以上の方で呼吸器から約8割で、心臓や血管からウイルスの遺伝物質が出てきたということで、重症化する方については、かなりしつこいウイルスだということが言えると思います。 さてこのスライドは私何度も引用しているんですがコロナに感染するとですね ROS と書いてある酸化ストレスが非常に増えてサイトカインストームという免疫の暴走を引き起こして重症化するということが明らかになっていますそしてこの酸化ストレスがですね体の中に長期残ることで、えー、慢性疲労症候群の症状に似たようなですねいろいろな後遺症が出てくると といいうことが明らかになっています新型コロナウイルス後遺症で悩まれている方にですねそして、まあ、既にもう500例以上の方に飲んでいただいているんですがこの123例の方からのアンケート回答ではですね、まあ、効果があったという方が50%以上ありますがこれはまあアンケートなのでエビデンスレベルは低いです。 さて、こちらは日経メディカルの12月28日の報道なんですが、コロナワクチン後遺症に高額をつぎ込む患者たちという題でして、私、これかなり驚きました。コロナワクチン後遺症に悩む患者たちに対する、いわば押し売りとも呼べるような一部のクリニックのビジネスについて紹介されたそうなんですが、高額の自費の血液検査、なんと7万円。 高額なサプリメントの販売自費での繰り返しの超音波検査などを強いられたということなんですがこれはその続報なんですが3つの事例を出しておられまして「コロナワクチン後遺症は波動でしか治らない」と言われた。波動というのを調べてみましたら微細な電流を1時間ぐらい流すということなんですが。 私自身はこれでどのような効果があるかというのは理解ができません。その次の事例ではですね海水点滴海水点滴を受けさせられたとで繰り返し受けないと意味がないと言われたということなんですが海水点滴がどのような効果があるかというのは私は過分にして知りません。3番目の症例はですね コロナワクチン後遺症だというと何の説明もなくステロイドを注射されたということなんですがこのドクターはですねステロイドの注射を続けるしかないと言われたと,ということなんですがステロイドが効く症例もあるかもしれませんがですねそれはただの対症療法でございますのでえあの治療自体 とは言えないのではないかと思うのですがまあ、ともかくこのような治療をされているクリニックがあるという報道でございましたえ私の開発した抗酸化配合剤を2021年の春頃から無償供与をしているのですが新型コロナ感染後の後遺症ワクチン副反応の症状に悩む方々へ無償供与を継続しています 対象の方はぜひとも応募してください新型コロナウイルス感染後遺症対策これはもう酸化ストレスを下げるのが一番だと考えますタバコお酒をやめる肥満のある方は糖質制限をする十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げるものを効果があると考えますまたエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効だと私は考えています抗酸化研究室についての情報です